特に喋ることないから終わる。はい、終わる。何？なんか喋り残したことない？なんだろう。なんだろう。他にはとりあえずでも放送も聞いていただきたいので、うん、放送聞いていただいて、うん、それでね、しゃがりきちゃんらしく、そうだね。ちゃんちゃんたち面白い人たち、このリスナーさんたち集まってるので、うん、皆さんを必ずクスッとさせますよ。させますよ。あなたをクスッとさせますよ。いつも言ってる決め台詞みたいな言い方。どうやってますよ。どんどん怖くなってきた。今日すごいなんか何でもやれるよって全部言い切ったから。うん。震えてる。大丈夫だよ、震えるな。いけるかな。震えるな、震えるな。何に震えてんだよ。今日ずっと言い切ってる。大丈夫だよ、私たちは。ずっと言い切ってる。時間前の印象と変わってきたのが、こっちの方が変なやつの気がした。なんか、わかった、わかった。気づきです。なんか、うん。わかった、だから、何ができない？何が、何ならできない？ないですね。できないことなんてないですから。左は頑張ってる人で、右はどうかしちゃってる。そうなんだよ。そうなんだよ。なんか無理やり自分の中に何かのそのキャラクターをそのまとって、その演じ続けて、でもなんていうの、その途中で破綻を起こしちゃうタイプなんだけども、実はなんかこっちの方がその生まれ持ってのモンスター感は。モンスター、モンスター、モンスター。田中さんはサービス精神の行き過ぎって感じがするんだけど、背もぎさんは何がモチベなのか分かんなくて怖い。いや、しゃがりきちゃんを続けるためですから。もちろんそこですから。そこは純粋な思いなんだ。そこで熱量を燃やしてな。もちろんこのしゃがりきちゃんっていうのは愛してます。そう、俺もそう思う。俺もそう。そう、愛するがあまり心の通覚がなくなったりする。そうですね。しゃがりきちゃんを存続させるためならば。何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。そうかそうか。おかしいな。こんなに。なんだろう。全員分かってんだけど今。全員分かってます。全員分かってる。全員分かってる。すごい。来ていただきたい。そうなんですよ。そうなんだ。この一瞬で見抜かれるなんてびっくりしました。すごい。だってしゃがりきちゃんを生かすためならの話してる時、目真っ黒です。黒目真っ黒です。おでんやしゃがりきの黒目真っ黒。なんでこんないっぱいライトあるスタジオでなんでこんな光入んないんだろうっていうのは、目真っ黒なんだよ。真っ黒ですか。綺麗に輝いてますよ。イベントに来れば輝きますから。ここでも輝いてくれ。ここでも輝いてくれ。そうです。ツイッター、起きる魚さんですね。橋への印象としゃかりきちゃんでの印象が全然違うんだよな。そりゃそうだよ。まあそりゃそうだよね。橋で歌謡曲な。朝の4時からこんなやってられませんから。やってられない。まあでも、とはいえだよ。そんな人でしかなかったのが、その、よく走れに来たよね、逆に。うん。ねえ、なんでそういう、だって走れより前からこういう人だったでしょ。あ、そうです、そうです、そうです。はい。社会の、何ですか。よく走れで、これは違うって判断が来てる。これは違うから、こうしようみたいな。ねえ、なんかおかしくなりそうでしたよ、本当に。あっちでの自分と、あっちでの自分と、さやかさんって呼ばれる向こうと、ぼんちゃんって呼ばれて、金棒持ってるって言われる私と、どっちが、そうだよね、どっちが本当の、そんな、やったわけだ。やっておりました。そうか、やっておりましたか。コンパスこうやってやって突き刺しながら、もしこれお守りだから使わなくていいんですよ。あ、そうなんですか。もしもは来なければいいんだ。そんなもしも刺しちゃダメなんだ絶対。冷静になるためにやってるでしょ。何に飲み込まれそうになってるのその時は。ちなみに橋で歌謡曲に何の魔が潜んでいるの。いやいやいや、やっぱり2時間生でね、皆さんにお届け、朝お届けしなきゃいけない。目がバキバキなんだよ。なんでよ、バキバキなんだよ。なんでなの。このバキバキ見れるよ、10月の中に。あ、セールスポイントなんだ、バキバキは。バキバキも一応ね、セールスポイントですよ、本当に。バキバキを皆さんに頼んでいただきたい。はい、バキバキでやってるので、バキバキじゃないと北九州にかなわないので。あ、なるほど。埼玉、何もない埼玉は、バキバキに行くしかない。埼玉はもうしょうがなくて、埼玉はどうしていい。こっちの代理選手はやめてくれないから。埼玉はどこにも勝てなくていいんだ。争わなくていいの、埼玉。楽になった。あ、楽になった。今までのが千本木さんやドロドロの液体になってなくなっちゃう。アイルビーバック、アイルビーバックだ、アイルビーバック。アイルビーバック、やった、千本木さんのハリウッドスターものまねだ。もう俳優だったらいけるんだ。女優じゃなくてもいけることになっちゃった。女優は高田さんが全部いけるの。俳優は最終的になんか3部ずっとロボコップ演技やったら笑うけど。ロボコップ勉強してくる。練習してる。いいよ。マイクも使って。マイクも使って。
それもじゃ第3部でやりましょう。ああ、やりましょう。やりましょう。3部で、3部でやるってことは楽屋でそんなことやってるんだ。楽屋でやってますよ、本当。やってるよ、ね、やってるよ。一番面白い状態はこの状態でイベントを打つ可能性だ。呼んでできねえかな。難しいな。合同で見てーわーこの状態で。いや、大丈夫ですよ。気持ちは確実についてますからね。ついてますよ、気持ちはついてるので。いやもう本当に妹分と呼んでください。妹分ですか。そこもそこも一緒だもん。だして同じだもん。妹分ですから。水与那さんの妹分。はい、兄弟番組として、はい、マジで、はい、じゃあマジいつかどの形か分かんないけども、はい、イベントをやってみるか。水曜のシャカリキ合同イベント、合同イベント旅行 DVD。 すごい、イエーイ、イエーイ、イエーイ、前向きに捉えて。いや、何でもやるよ。みんな反応が違う。そんな配達違案件だと思うそうか、そうか、だってそうじゃ続くか続かねえかする番組なんだもんね。じゃあ皆さんからしたらシャカリシャが続けばいつか水曜とのコラボもあるかもしれないっていうのが大事で、まずは今回のイベントだ。そうだよね、そのためには。うわ、きれい。まだシャカリ見合いすぎる、見合いすぎる。まだ首の皮ブラブラしてる。シャカリシャ旅行だよ。早い、まだブラブラなの。我々だってやったことない。繋がってから。あ、そうないんですか。じゃあやっぱね、やっぱ首の皮が繋がっていくのってやっぱ難しいわ。こうやってやったらスポーンってなるよね。行きたくないよ俺。ベロンってなっちゃうやつ。行きたくないよ俺。ちょっとおもろい。皆さんよろしくお願いします。痛い分かってますよね。お願いします。いや、終わっちゃうね。あ、終わっちゃうね。あ、モアベ取らなきゃ。モアベだ、取らなきゃ。そうだそうだ。本編のラストに書いてあった、うん、はいはい、この次はモアベターよっていうセリフ。この次はモアベターよ。単体にします。せっかくだからシャカリキセットにします。単体にしましょう。単体で、はい、じゃあお一人ずつ。はい、じゃあだからから、はい、自分なりの、はい、お願いします。この次はモアベターよ。うん、なんか刺しましたって言って、なんか刺したし、ウィンクもしてたけどね。ターゲットが存在する感じが。じゃあちょっとこっちお願いします。この次はモアベターよ。はい、いいモアベターですね。いいベター、ありがとうございます。ちょっとなんか庄司さんの言い方でモアベターよ。この次はモアベターよ。庄司さんの早く聞き返しちゃったのかもしれないな。言い方リャンが入ってますね。終わるね。終わります。終わろう、終わっちゃいます。ついに終わっちゃいます。グランドフィナーレじゃないから。ただ今週の番組が終わるだけ。ついにただ終わる。終わるということで。終わるってことは敏感だもんね。終わるはそうなんだから。ごめんね。俺たちには何もできなかったけどごめんね。待って、終わる。終わろうとしてる。何もできなかったって言ったもんね。ダメだよ、シャカリキも続くし DVD も出すって言ったよ。コラボだってするんだから。よし、それをモチベーションにもさらに頑張っていこう。明日はザクちゃんが来ますよ。よろしくね。ファイターワイズ崎武史と学園祭学園青木馬と高田優希と千本木さやかでした。